皆さんこんにちは、ゆうなりです。今回なんですけどって言い方もなんかおかしいよ。別になんか前回とか特にないしな。こちらバーンバーンじゃない。いや、こう何年 YouTube やってるの。バーン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 、ハムだ。ハムをもらいました、視聴者の方から。いっぱいいただきまして本当にありがとうございます。事務所にね届いたんですよ。で、美味しいハムだそうで、これをね今日は食べて、どうしようかな。別になんか全部食う動画とかにする予定ないんで、どれか1個ちょっともう丸かじりしたいなと思って。肩ロースかな、ショルダーハム、ももハム、これにします。この肩ロース、これいただきます。絶対うまいじゃん。うわぁ、ちょっと待って、あぁ、いいハムですね。いいハムと来ましたら、こちら、バン、銀色のやつじゃないやつ、緑ですね。ちょっと待って、これ姿勢がきつい。なんでこんなきつい姿勢になってる。あ、でも落ちそう。あ、ハムが落ちる。あ、ハムが、ちょっと待って。ハムを抱えたい。あ、うわ、いただきます。グッバーイ。あ、これまずはこっちで。じゃあ食べるときは帽子外そう。たまらんティーノですわ、これは。たまらんティーノ、もうキルビル。やっぱりこうハムと食べてなんぼだと思うんで、ハムいただきます。ハーム。おお、うん、うわ、丸かじりいいね、これ。こんなん絶対うまいハムじゃん。うん、胡椒がいっぱいついてるんですけど、胡椒の味にハムが負けてないというか、なんというか。めっちゃうまいっす。変になんか堅苦しく説明しようとしてるのダメだね。うん、あ、ほんとうまい。ああ、幸せ。送ってくれた方、本当にこれありがとうございます。僕はもう最高に今幸せを感じております。いいね、この、このハムとビールで感じる幸せ。たかがハム、されどハムだけど、この幸せは何者にも耐え難い、そんなハム。何言ってるのかよくわかんない。もう最高ってことですわ。その家で普段こうやって飲んだりするんですかっていうコメントが、来る時用のためにもう先に言っとくんですけど、僕は普段あんまり家で晩酌とかしないですね。てかお酒苦手なんですよね。あ、違う、苦手ってのはおかしいな、違うな、苦手じゃないんですけど、量飲めないんですよ、僕。すぐ赤くなるんで。一人だとあんま飲まないかな。飲み会とかだと結構グビグビいくんですけど。これね、でも、お酒が好きというよりは、僕はお酒に合うつまみが好きで、もうお酒に合うつまみを買ったら お酒が飲みたいっていう派なんですよね。もうつまみ優先の
お酒なんで、もうこういうおつまみは最高です。おつまみをただ食う動画っていうのも最高ですよね。僕は YouTube でそういうのをよく見ます。真面目。これハムだけじゃないんですよ、もらったの。プロシコーパーン、ベーコーン、ベーコンいただいたんで、これをちょっとね、焼きたいと思います。ベーコンはね、やっぱり焼いた方がいいよね。そのまま食える、これ。そのままいけないよね。じゃあベーコン焼こう。ベーコン焼くぞ。だあ、これやばいわ。じゃあ、あぶ、いただき、最高のやつができました。いただきます。いただきます。あおーうん、うん、まっ。本当に送ってくださってありがとうございました。最高です。最高の夜を過ごせてます。バイバッコ。